微視的とは、肉眼で見えない微小なものやこと。ミクロスコピック、またはミクロともいい、通常は、ものの構成要素を意味する。顕微鏡で見られる、大きさのものを対象とすることもある。講義には、一つの体系を構成する個々の要素、またはその挙動も意味する。これに対して、虚子的は、本来は、肉眼で見える大きさのものや事柄を意味するが、分子、 原子などの多数の集合体の意味として用いられている。巨視的な対象が古典力学で記述されるのに対し、微子的な対象はしばしば現代物理学である、量子力学での取り扱いを要する。微子的な立場は、サイズ的には、プランク定数 H を目安として、これがあらわに出てくるような事象は、微子的であると考えて良い。つまり、 研究対象としての物質全体を扱う上で、その構成要素である原子、分子、あるいは素粒子の立場で解析を行う視点を微視的という。これと対比される視点が虚視的であり、通常微視的な立場での観測対象である構成要素の相対的な平均を扱う。虚視的な立場では観測される量は通常連続量である。 一方、微視的な立場では、観測される量は普通に算的となる。微視的な立場での学問分野は、統計力学や量子力学であり、一方、巨視的な立場での学問分野は、古典力学、電磁力学、熱力学などである。ありがとうございます。